しお稽古でございました。今日も最後に一曲お届けいたし、マンモス。いたしました。初見で弾けるとピアノはとっても表現豊かに弾くことができます。まずピアノ上達には独譜力です。独譜に初見力をゆっくりゆっくり音の階段を上がったり下がったり書くことでどんどん独譜力も身につくのつきます。ゆっくりなかなかお家で練習する時間がない、毎日毎日練習しなくてもいいんです。できる時に書くことで独譜力はアップします。ピアノ練習がはかどらないのはいろいろ原因があると思いますが、きちんとできたところを見つけて伸ばす、これがピアノが長続きするコツだと思っております。できないからあなたダメね、では伸びません。ゆっくりゆっくり個人の能力やペースに合わせて的確な指導ができる、褒めて伸ばす、励まして勇気づけてあげることで必ずピアノも上達します。小さな女の子も実に興味を持って褒めて伸ばす、これでどんどんお家でも練習してきてくれるようになりました。少しずつ書くことで独譜力もアップします。勇気づけて励まして褒めてどんどん上げましょう。それではバイ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 、明日もこうご期待ください。頑張ってるピアノの先生で、だってはっもちろんマギ先生に決まってるじゃないの。モフちゃん、そうよね。だってみんな素直でいろんなこと話してくれるもんね。そうだそうだ、みんなとっても素直で良い子、純真な子たちばかりだもんね。そうだそうだ、待って。